はい、今日も報告します。報告といっても特別ないんですが、なんか今日は NHK の天文のあれ、 NHK のスペシャルで昔 NHK 特集とか天文のあれがあって、理学部長の岡村佐田なんとか忘れましたけど、なんとか先生のもう載ってましたね、昔の本が。そういえば理学部の生物情報の時に修了証が、で修了証発行し、修了証出してもらえたんですけど、まあ僕はもらえませんでしたけどね、まあ、単位不足とかいろいろあって、まあ東大生じゃないっていうのもあるんですけどね、まあ修了証もらえば、頑張ればもらえて、その時の理学部長が岡村先生でしたね。岡村佐田なんとか、まあ僕理学部は半年半年で延べ2年行きましたけどね、まあ医学部のは半年でしたけどね、週2回半年でしたけどね、理学部は月金で2年でしたけどね、月金1日90分という、まあ本物の東大生じゃないですか、もちろん何度も言ってますけど、まあ親は阪大工学部ですから、卒、阪大工学部卒です、まあどっちでもいいですけどね、まあその岡村先生の本がなどあったと、家先生も、まあなんかネイチャーと同じ、あ、ネイチャーじゃない、サイエンスとかと同じ大きさだったというか、まあ紙質が良かったですね、写真なんか林家ベースさんで、林家ベースさんをよく何度か見たって言ったけど、そういえば林家ベースさんが写真が大好きだという、芸能人との写真を撮るという、イチローさんとの写真が、カメラが大好きだな、まああの甘い、オラロ、あ、ちょっとあまり高くない、もう僕もカメラというか写真サイズが大好きですけど、なんか1枚100円ぐらいになるんじゃないかと、あのなんかカッターが、写真の切るカッターがあるんで、あれで綺麗に切ればもっと価値が上がって、まあでも価値を上げるのが目的じゃないです、